山口敏太郎の食いしん坊、井村屋シルコサンドアイス。シルコアイスではありません。シルコサンドアイス。シルコサンドというのはあまり聞き覚えがないのかもしれませんが、東海地方では有名なお菓子です。私は以前プロレスラーの実士団のハカル選手に「シルコサンドうまいですよ山口さん」と聞いて食べたら、この、まあ、こういう四角い茶色い、まあ、シルコ味のクッキーみたいな、和風クッキーみたいなもんなんですけど、うまかったですね。それがまあアイスになってると。こんな色です。あ、シルコサンド入ってますね、これ。茶色いやつが。じゃあちょっと行ってみましょう。シルコサンドの味がします。まさしくシリコサンドアイスです。おすすめです。特に東海地方の人はぜひシリコサンド味を楽しんでください。